こんばんは、篠宮夏樹です。予定は駅名とともにということで、今回は元日乗り放題切符の動画の3回目になります。前回までで、北陸新幹線、サンダーバードなどを利用して新大阪まで来ております。元日の新大阪駅、まあすごい人ですね。乗るのはのぞみ21号12時5分発の博多駅になります。22番乗り場、この停車駅の表示すごく分かりやすくていいですよね。まあ、比較的のぞみ停車駅が少ないようです。姫路も止まらないんですね。でこちらは切符になります。乗り放題切符の乗車券と予約しておいた特急券になります。まあ、実はこの前に乗ったサンダーバード、踏切故障で遅延しておりましてね、まあこののぞみに乗れないかなとも思ったんですが、まあそれほど遅れることもなくてね、まあ乗り換えに30分ほど余裕を持ってたので、まあ、あまり影響はなかったということです。私はね、売店の上で何か買おうかなと思いつつ、とりあえずここはスルーして22番乗り場に向かいます。こちらでね、駅弁を購入しました。はい、まあ、何を買ったのかっていうのはね、まあ、動画で出てればご紹介することにします。まだ少し時間があるようなので、周りをぐるぐると見渡してるんですけど、まあ新大阪駅はね、まあ買って知ったる駅で何度も利用してるんでね、特に何か珍しさを感じるものもないので、まあおとなしくこの電車の入線です。まあ、こののぞみのグリーン車は実は初めてになります。まあ、どんなものかね、楽しみですよね。ゆったり座れるのかなっていうね、ちょっと楽しみはあるんですけど、まあ、新大阪からね、博多まで、山陽新幹線全部乗り通せますんでね、ゆったり行けるんじゃないかなと思いながら扉が開きます。あ、それとね、駅メモ的な話ではまだね、この新大阪この時点ではね、アクセス障害がね、まあ、治ってませんでしてね、元日ひどかったですよね。確かね、ちゃんと回復したのは岡山あたりになったんじゃないかなと思います。はい、着席しまして電車発車です。まあ、座席の紹介なんかはね、後で、確かそういうカットがあると思いますので、まあ、そちらで、紹介することにします。まあ、この山陽新幹線、私はね、新山口までは利用したことがあるんですよね。以前、このチャンネルでもスーパーオキの動画を公開したことがあるんですけども、それをね、乗った時に鳥取からね、スーパーオキに乗った時に、新山口から新幹線でね、広島を経由して帰ってきましたので、そこまではね、まあ、山陽新幹線乗ったことがあると、まあ、ただしね、それから先は今回初めての体験ということになります。まあね、山陽新幹線なんでね、そんなにね、特に何かをなんか目新しい、なんかね、感動するようなことはないのかもしれませんけどね。まあ、小玉でも光でものぞみでも新幹線に乗って感じるのはね、やっぱりこの発車してからのこのモーター音がね、なんとなく心地いいんですよね、加速してる時のね。
何か普通の在来線のね、電車と違ったこう力強い感じのね、ちょっと心地のいい、なんか加速の G がね、乗ってるといいなと思いますね。この電車は望む号博多行きです。途中の停車駅は新神戸、岡山、広島、新山口、小倉です。続いて車内のご案内をいたします。重席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車。グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。車掌室は8号車です。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みが禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。 Ladies and gentlemen,Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Hakata. We will be stopping at Shin Kobe, Wakayama, Hiroshima, Shin Yamaguchi, and Kokura stations before arriving at Hakata Terminal. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train.Except in the designated smoking rooms located in cars 3, 7, and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking on the train, including areas at either end of the cars. The conductor's room...さて、のぞみはね、新大阪次の停車駅である新神戸に到着しました。まあ実はね、ここが私の最寄りの新幹線の駅ということになるんですけどね。神戸市に住んでますんでね。まあとはいえこの新神戸、どうもね、まあ私の個人的な感想だかもしれませんけどね、なんか不便に感じます。はい、やはりね、在来線と直接に接続してないっていう駅はね、なんとなく乗り換えが不便かなという気がしてね、いつもならないんですよね。なのでどうしても新幹線を利用するときは新大阪からの利用がね、結構多いです。特に東京に行くときはね。で、西の方に行くときはどうしてもね、新神戸じゃなくてね、姫路とかになってしまいますね。新神戸です。まあね、すぐこの下にね、地下鉄の駅があるんで、まあすぐ三宮に行けるっちゃ行けるんですけど、なんとなくね、どうなんかなと、ね、いつも思いながら、まあたまにはね、ここから乗るんですけど、のぞみが止まるんでね、なんか微妙だな新神戸といつもね、思ってしまいます。まあ、皆さんはどうでしょうか。この動画を神戸市民の方がね見てたら、なんとなく同じような感想になるんじゃないかな。どうなんでしょう。はい、
ご利用際はお忘れ物ございませんよう、お手回り品を今一度お確かめください。お出口は左側です。のぞみはまもなく岡山に到着します。この岡山駅は、まあ、駅名も始めるまでは、まあ、ほとんどね、あんまり使わなかった駅ですよね。まあ、全くね、乗り降りしたことないという駅ではなかったんですけど、まあ、やはりね、駅名もやってるといろんな路線をね、全部乗り潰そうとしてしまいますので、どうしてもこういうね、岡山のようなターミナル駅は頻繁に利用してしまいます。で、いつもね、岡山来て思うのは、まあお客さんが多いんで、トイレが長蛇の列でですね、いつもね、なんかね、岡山行くとトイレに行きたくなるんですけど、なんでこんなに並んどんやろな、どっか近くに空いてるとこないかなとね、いつも探してる、そんな気がしますね。まあね、駅から出てね、どっかね、店でも入ればあるんでしょうけどね。まあ、乗車券的にね、降りれない時もあったりするかもしれませんのでね。ほんとね、岡山って改めて利用すると結構でっかい駅なんだなぁとね、ほんとね、来るたびに思います。まあそれにね、私の父親がね、どうも岡山に、まあ、本籍地が、まあ、あったらしくて、うん、岡山由来出身なんだそうですね。どうも玉野市のあたりらしいんですけど、まあそれでね、まあ私も直接は行ったことは、行った、宇野線ね、宇野線で降りてちょっと行ったんですけど、まあ自分自身は岡山にちょっと由来があるのかと思うとね、まあちょっと岡山に来るたびにね、ちょっとまあ感慨深いというかね、そんな気もしたりはします。それではね、グリーン車の座席をね、チラチラっと紹介です。まず室内はね、こういうちょっと暗めの、まあ高級感がなんとなく漂う感じで、前のテーブルはご覧のような感じですが、ちょっとね、山陽新幹線思ったより揺れてます。はい、たまにね、お茶が落ちそうになってました。で、前に見える雑誌はグリーン車には備え付けのもので、持って帰ってももちろん OK。 そしてこちらはリクライニングですね。まあ比較的深く倒れました。こちらは小さいテーブル、私はね、あまりこれ利用しません。まあ、もちろん前のテーブルと同時に利用することもできるような感じですね。ちょっと干渉してましたけどね。思ったよりしっかりと安定性のある、はい、テーブルでした。そして、中央の肘掛けにはこれが読書灯ですね。これどうなんでしょう、使いますか。まあ一応ね、あります。はい、まあ車内がちょっと暗いんでね、ある人、ある方がいいという人もね、いるかもしれません。で、これがね、足のヒーターなんですかね、ちょっとね、よく分かりませんでした。はい、そしてフットレスト、今回ね、グリーン車のこの座席を
を利用して初めて本格的にねこのフットレストを利用してみました。というか前回ねワイドビューヒタの指定席に乗った時もこのフットレストついてたんですけど、なんとなくねあの普通の指定席のシートピッチではねあのフットレストがあるとなんか足が伸ばせなくて邪魔だったんですよね。あ、こちらコンセントです。ちょっと手元に近いところにあるのはね便利かなと思いますね。普通ののぞみだとこう、ね、車体側の下の方ですもんね。今フットレストを使って足乗せてます。足を伸ばすこともできますし、フットレストを使ってもある程度足が伸びてますね。これはグリーン車のねちょっとしたシートピッチの広さがね、なせる技なのかなといった感じです。また大阪線のゲーム戦は7月の西日本、昨年7月の西日本豪雨災害の影響で神奈川から三好間で列車の運転を取りやめております。また運転をしている区間またその他の線区におきましても災害の臨時ダイヤで運転をいたしております。どうぞお乗り換えの際は十分お気をつけください。お降りの際はお忘れ物ございませんようお手回り品を今一度お確かめください。お出口は左側です。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。広島を出ますと、はい、まもなくね広島駅に到着します。在来線に乗ってるとねあのマツダスタジアムが、まあ、近いせいもあってほとんどあれ今通過したのっていう感じなんですけど、新幹線に乗るとねこうスタジアムの前景がはっきりと分かりますね。隣のねあのカープの室内練習場でしょうか、まあ、あの辺りもねはっきりと分かります。まあ、私はねあのカープファンではないんですけど、いつもね広島こう来るたびに球場の近くを通るっていうのは、まあ、知ってるんですけどね、いつもなんかねあれ今通過したみたいな感じがするんですけど、新幹線に乗ってね、初めて、っていうか改めて、ああここかと思いました。で、広島もね、まあこれも駅名も初めてから何回も何回もっていうか2回か、来ております。いいとこですよね。なんか見どころがいっぱいあってね、また来たいなと思う場所がねいくつもあるんですよ。まあ最初に来た時はね、広電バンバン乗ってそれで終わりましたけど、次はね呉線で、ずっと乗って、で今度はね改めて呉とか竹原の方にはですねちょっとね散歩したいな。竹原は散歩したいし、呉の方はねあの大和ミュージアムとか行ってみたいし、まあできたらね江田島の方に渡って海上自衛隊の施設見るのもいいなとかね。まあ広島っていうと、まあ、平和記念公園とかね広島ドームもあるし、いろんなね見るとこいっぱいあるなと思ってね。まあこの手前の尾道もそうですしね、なんか本当なんかいろいろあるやんとね、思うんで、まあ駅メモのね路線を、まあ、埋めるのを抜きにしてもね観光で、何回も来たいなとね、思うのがこの広島ですね。まあ本当ね来るたびにね、あここも次来てみよう、ここも次に来てみようっていうね、そんなことをなんか思ってしまう、そんなところが広島ですね。まあ私にとっては。また、次来たいですね。ここはね。
まもなく新山口駅になります。新山口駅は、今回で2回目になりますね。まあ、スーパーオキに乗って、その帰りにね、新山口から広島まで新幹線に乗ったというのはね、初めての利用なんですけど、まあ、今回はね、降りることもなく通過するだけなんですが、まあ、実はねこの新山口前は確か別の駅名前でしたよね。小郡でしたっけ。はい、子供の頃はね小郡なんか新幹線のね、停車駅をこうちょっと覚えてた時期がありまして、確かね小郡って覚えてたんですけど、いつの間にかね、名前が変わりました。新山口。まあ、実はね、山口の県庁所在地である山口駅よりもこっちの駅の方が利用者が多いっていうね、まあJR の、ね、路線上ねいろいろ来てると思いますんで、新山口のね、結構大きい駅ではあるんですけど、前私が新山口に来た時はですね夜だったんで、この駅の周りをね全く見てないんですよね。まあ、今回ね昼間だったんですけど、まあ当然降りる時間もなかったんでね、今回は通過なんですが、まあまた機会があればね、ちょっと降りてみたいですね。いつの間にかトンネルをくぐって九州に渡ってしまいました。まあもちろんねカメラも回してたんですけど、まあトンネルのね何も映ってない状況を、まあ、映しても仕方ないので一応全部カットさせていただきました。で、小倉駅、九州に渡って初めてパッと見てねびっくりしたのはね、街でかいですねまあ当たり前か、福岡なんかかね、わあこんなにでかかったんかとねちょっとびっくりしました。小倉駅周りねもうでっかいビルばっかりやし、はい、まあ何分ね初めて来るところなので特に何もコメントがないという、なんとなく寂しい感じなんですけどね。まあこの辺からね、駅名もほとんどもう九州に入ったら新駅なので、
確かねレーダーをバン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 投げてたような気がします。まあサーバーもねこの辺では復旧してたと思いますのでね。のぞみ21号博多行きです。自由席は前より3両1号車2号車、まあ、今回ね新幹線で、博多まで、行ってますけど、まあ本当はね本当はっていうかちょっとした別の案では、まあ、新山口のあたりで新幹線やめて、まあ、そっからねちょっと在来線に乗ってみるとかね、下関の関門トンネルは、歩いて渡ってみるとかねいろいろちょっと考えてみたんですけどどうもね時間がないなっていうね、こともちょっとあって今回はね新幹線でまあ一気にね、博多まで行くということに、してしまいましたけどね関門トンネルって歩いて渡れるでしょあれはねちょっと今度やってみたいなとね思うんですよね。それではねそろそろお望みは終着博多に到着です。
このね、元日乗り放題切符は当然乗り放題なのでね、まあ、あの特急とかは事前にね、予約をしておかなくてはならないっていうちょっと面倒な感じなんですけど、まあ、在来線とかであればそのままね、乗れますんで、実はね博多南線ね乗るべきだったかなとちょっと後悔してるんですよね。今回ね乗ってないんですよ。あの博多でねパッとやめちゃったんですよね。だからねちょっとそれは残念かなと思ってます。で、博多まで来て何をするのかというのはね、実はほとんどね決まってないというかね決めてないっていう状態でね、実はここまで来てます。はい、なんか JR 乗ろうかな、それともどっか観光しようかなとね全く決めてないんですよね。まあ一人旅ならではって感じですけどね。まあ、何をするのかはまたね、動画撮ってあるんで、またアップしますけども、まああまりねそんな大したことはしてないんですけどね、とりあえず、初めての博多、まあ街の雰囲気だけでもねちょっと駅降りてみたいなと思います。さあテーブルを片付けて、忘れ物をチェックしていよいよ降ります。まあ、本当ね、グリーン車のこの座席、シート、やはりねちょっと楽でしたね。めちゃくちゃ楽ということはないんですけど、やっぱちょっといいなという感じました。で何よりもね本当良かったのはね、隣にねお客さんが乗ってこなかったことですねこれが一番良かったですね。やっぱりねどんなにねいい座席座っててもね、隣お客さんがいてこう周りがっちり固められたらねちょっと居心地悪い気がしてしまうんですよね。まあ空いてたのが良かったです。はい、それではねここまで動画見てくれた方ありがとうございました。それではまたアップしますんでね動画の方失礼します。